第1レースインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。中へこみのスタートとなりました。インから1号艇松尾、6コースから6号艇の深尾が好スタートです。1号艇の松尾が逃げて6コースから6号艇の深尾がまくっていきました。6号艇深尾の方が前にいます。スタートは前提正常でした。6コースから6号艇の深尾がまくって、2停審査でまだ1号艇の松尾も粘っています。3番手は接戦で2号艇と3号艇。さあまずは6号艇の深尾が1周2マークトップで回って内を迫る1号艇の松尾隆明ですが、6号艇の深尾智恵が先頭です。2停審査で1号艇の松尾隆明、3番手争いからは2号艇の村田浩二がリードを取っています。さあこのまま先頭キープなるか。6号艇の深尾がまずは2周1マーク、これに続いて1号艇の松尾隆明、先頭はリードを広げていきます。6号艇の深尾智恵、2番手が1号艇の松尾隆明、3番手は離れて2号艇村田浩二、その後方に3号艇山口浩輝、5号艇元岡勝利、4号艇福山恵里奈。2周の2マーク、6号艇の深尾がトップで回って諦めていません。1号艇の松尾でしたがバタついてしまいまして、先頭は6号艇の深尾がリードを広げます。上位の体型6番、1番、そして3番手接戦になっています。2号艇の村田浩二を捉えている3号艇山口浩輝、最終1マークもトップで6号艇の深尾、続いて1号艇の松尾です。3番手逃げて待ったのが2号艇の村田浩二、ここでもう一度2号艇の村田が3番手リードしました。上位体型6番、1番、2番、612612の3連単は 323.1 倍のオッズを指しています。6コースからまくりまして、そのまま先頭をキープします。6号艇の深尾智恵、1号艇松尾は2番手の位置で、3番手は2号艇の村田、まもなくゴール。6番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。